危険球ということで桑田退場ということになります。入ってる赤星を追い込みました。そして3球目合わせたバッティング、これはレフト前に打ちそうだ。ワンバウンドヒット、センターの森田はやや前進、抜けていった三塁線、赤星は二塁を待った、フォアボール、アウトコース外れた、右方向へライト線どうだ、フェアフェア、対に避けたい、その試合になりました。ちょこんと合わせたその打球はフラフラと上がってセンター、三塁ランナースタート、タッチアップスタート。昨日は5回に矢野から4連打で点を奪いました。あっと